もう準備はいいのかい。ああ行こうぜ B のおっちゃん。どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も今まで話したことない人たちも年取った人もそうじゃない人もみんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争俺たちが絶対に勝つ。落ち着けナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って、ヒビも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだ。あれはユギトか。ってことはここの全員。そうだ、かつての人中力、お前の先輩たちだナルト。もっとも俺好みに少し変えてはいるがな。おい B、 奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか。いいよ。それにナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って穴が2つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目はナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけか。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだこの野郎。マダラってあいつのことだろバカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない。誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ絶望ばかり見てきた。違うか。お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えていろいろな名前語っていくらごまかしてもてめえはてめえだこの野郎。絶対その面ひっぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせよう。
さすがにきついぜ。相手は6人。思い通りに戦えない。6人。このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。ああ、まとめて相手にするかばらけるか、どっちかだってばよ。6人相手はきついぜ。少々ばらけた方が。ああ、ここはおっちゃんの言う通りばらけて戦うってばよ。オーレイ。戦闘開始。よし、今行った。これで相手は3人。それくらいだったらすぐに止められる。戦闘開始。よし、うまくいった。それで相手は3人。それくらいだったらすぐに止められる。
これで終わりだ。オーイエー。おっちゃん、森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ、ここらの森全部吹っ飛ばししまえ。ハチビがサビのキラー B だぜ、オロ様が。おっ、なんだ。うっ、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。移住やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。奴ら、今の状態で美獣化できるのかよ。行け。状態はやばい。気をつけろ。だぞ。戦闘開始。隙が押し上がって。今では微重ですが、俺の意のままに動く。ふざけんな。俺たち微重にもちゃんと感動がある。ああいう扱いをされるのはさすがに腹が立つ。随分と粘る。少々驚いたぞ。だが、そろそろ終わらせるか。
せるかよ。揃って待ってたぜ、渦巻ナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。あこいつっては俺を食った四尾。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつを四尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え、あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだで。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、元々の純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの。そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて、人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんていうあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白いやつだ。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。
私はニー・ユギト、そしてこいつはまたたび。俺は元四代目水影のヤグラ、下のはイソブってんだ。老師とソンダ、ハンという。美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長命。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。